その人のトップが LINE のトップ側とかがうちと一緒だったのに LINE も冷めてきて LINE のトップ側がそういうのじゃなくなったら浮気っていうかああみたいな察しみたいな会いたいとか言っても忙しいからっていうのが何回も多くなったらあっていう2人でいるのにずっとなんか携帯見てるとか あれ怪しいなと思います。例えばなんか LINE の通知とかなんだろうオフにできますよね内容見せないようにそういう風にしたりとかなんか疑った時になんか切れたりとか不機嫌になったらちょっとんってなるかな多分自分の図星だからなんか反動的に多分もう切れちゃうみたいなドタキャンとかじゃないですか LINE 書いてこなかったりとか2日くらい携帯を隠そうとするところかなと思います。目が合わなくなったなとかちょっと冷めた態度とかやったら、まあ、若干感じるじゃねみたいな、はい、今までやったら例えばやけどほんまにあの家出ていく時の方が行ってきますキスしたりとかそういうのしてたのに急になくなったとか